橋本作、橋本病の発見者。カール・アドルフ・フォン・バセドウ、バセドウ病の発見者。甲状腺自己抗体とは、甲状腺の成分を抗原とする、自己免疫性甲状腺疾患で陽性となる、自己抗体である。橋本病で陽性となる c テ t p o 抗体、c テ t g 抗体とバセドウ病で陽性となる、c t s h 受容体抗体が有名である。 橋本病のリンパ球新順、HE 染色。サイログロブリンとは、分子量66万のタンパク質であり、甲状腺内露放細胞で合成後、甲状腺土放コロイド内に蓄えられている。抗 TG 抗体とは、TG に対する自己抗体である。一方、甲状腺、ペルオキシュターゼは、TG 上のチロシン残機の溶度化及び、溶度チロシンのカップリングに働く。 膜結合タンパク質である。TPO は、甲状腺、マイクロゾーム分割の主成分で、以前甲状腺、マイクロゾーム抗体とも呼んでいたが、2015年現在では、TPO を抗原として測定しているため、抗 t p o 抗体と呼ばれる。抗 t g 抗体、抗 t p o 抗体は、橋本病とバセドウ病で陽性となるが、橋本病の陽性率が高い。 微慢性甲状腺手を認める場合や、甲状腺機能異常がある場合は、抗 t g 抗体、抗 t p o 抗体の双方を測定する。抗 t g 抗体、抗 t p o 抗体自体は、甲状腺機能に影響しないが、甲上腺機能低下症を発症した橋本病では、双方の抗体とも抗体価が高い。また、抗 t p o 抗体は、細胞障害活性を持つという報告があるが、 抗 tg 抗体では定かではない。対盤移行性があるが、胎時の抗上線に影響を及ばさない。抗上線自己抗体が陽性であるということは、自己免疫反応が存在し、抗体感が高いほどその程度が強いとみなされる。しかし病院としての役割は進行中の自己免疫反応を増幅させる二次的なものに過ぎない。こういった意味では、抗 tpo 抗体と、抗 tg 抗体は、 甲状線事故免疫の有効なマーカーに過ぎない。静脈血から採血し、遠心分離器で遠心処理を行い血清を分離する。食事、日内変動、運動などによる変化は認められない。保存条件は、保存期間が数日ならば冷蔵、長期保存の場合は冷凍保存をする。c t p o 抗体と c t e 抗体の測定法にはラジオイムの圧生法、サイロイドテスト、 マイクロゾームテストなどの粒子を用いた受け身、凝集反応、ノンは RI 法がある。2015年現在は PA 法とノン RI 法が主流である。マイクロゾームテストとサイロイドテストは受け身凝集反応を原理とする判定量の測定法である。マイクロゾームテストを、マチャ、サイロイドテストを、トガという。本テストの利点は、機械が必要ではなく、簡便で、 かつ安価なことである。受け身凝集反応とは、抗原を固創した単体を用いて、抗体を検出する凝集反応であり、抗体が存在する場合には、抗原抗体反応により複合体が形成されて、凝集会が目視できるようになる。サイロイドテストで用いる抗原は、人甲状線組織から抽出生成した TG 抗原であり、マイクロゾームテストに用いられる抗原は、 甲状腺マイクロゾーム抗原である。マイクロゾーム抗原は純化されておらず、TPO 以外に TG も含まれている。生成した人 TG、TPO を 125i で標識して、抗原とし、標識抗原患者抗体複合体を定量測定する方法である。放射性同位元素を用いるため、特殊な設備が必要であったが、 ののある法が出てくるまでは広く用いられていた。以下のような6つの欠点があった。まずは放射線曝露の危険性があること、放射性廃棄物の処理と廃棄が困難であること、通常用いられる125 i の半減期が約60日と比較的短く、また RI の放射能により、標的タンパクの変成が起きるため主役の有効期限が短く、コストがかかること、 ガンマカウンターなど特殊施設が必要であること、反応時間が長く診察前に結果を出すことが困難であること、要手法であるという欠点があった。このため、検査センターで外注されることが多かった。酵素免疫測定法、蛍光酵素免疫測定法、電気化学発光免疫測定法、化学発光酵素測定法も開発されている。感度、得意度は RIA 法に劣るが、 測定時間が短く、自動分析装置が利用でき、施設の制約がないという利点から広く使用されている。免疫測定法は、測定法の標準化が困難で、測定試薬によって、抗体化が異なる。また、測定原理が RI 法に比べて複雑なため、施設間で差が出やすい。路方性腫瘍や甲状腺眼遠隔転移患者では、TGE が、 異常高値になる症例が認められる。この場合、c t g 抗体が、偽定値、偽高値を示す場合ある。これは、TG が高濃度で存在する場合、血中で TG、抗 t g 抗体複合体が形成され、抗 t g 抗体が、測定試薬と反応できなくなるためと考えられている。しかし、バセドウ病や橋本病で TG が、 異常高値となる例は、非常に少ないため、抗 t g 抗体の測定上、大きな問題にはならないと考えられている。米国の健康栄養調査の熱意において、抗 t g 抗体の陽性率は13.0%、ト、o t p o 抗体の陽性率は11.5%で、ありいずれかが陽性である率は18%であった。日本の人間ドッグ受診者を対象とした研究では、 いずれかが陽性なものは25.3%であった。甲状腺機能が正常の橋本病を追跡すると5年後に4.9%、10年後に15.8%が機能低下症になったと報告されている。また5年間に17%、10年間で46%の症例で一過性の機能異常が見られた。 甲状腺機能低下症の橋本病を追跡すると5年後に30%、10年後に40%の症例で正常化した。橋本病の甲状腺機能は意外に変動しやすいので注意が必要である。橋本病による甲状腺機能低下症の一般人口における頻度は約2%であり橋本病の約10%に過ぎない。 甲状腺土法選手の手術時に得られた検体と、高 t p o 抗体、高 t g 抗体の関連を比較した報告によると、高 t g 抗体が陽性ならば94.4%、CoTPO 抗体が陽性ならば87.5%、双方陽性ならば100%甲状腺に、リンパ球浸順が認められたと報告されている。 橋本農症では、随液中の高校状腺抗体が陽性となると報告されていたが、小脳失調型橋本農症では、随液中の高校状腺抗体が陽性のものは、いなかった。バセドウ病の高校上旋過形性、HE 染色。TSH 需要体は、分子量 85K だの764、アミノ酸から構成されるタンクサリタンパクで、甲状腺、リンパ球。 繊維目細胞、眼下後部の脂肪細胞などに発現している。TSH 受容体に対する自己抗体は、甲状腺を刺激する場合には、バセドウ病による甲状腺機能更新症を抑制する場合には、甲状腺機能低下症を引き起こす。高 TSH 受容体抗体の測定は、バセドウ病や甲状腺機能低下症の診断及び治療効果の観察に有用である。 バセドウ病では、自己免疫基準により出現する刺激型の TSH 受容体抗体が、甲状腺の TSH 受容体に結合することで、甲状腺を刺激して、T3、T4 が過剰に分泌され、甲状腺機能更新症を引き起こす。このように、高 TSH 受容体抗体は、バセドウ病における、甲状腺機能更新症の成因として広く認知、されている。 一方で、甲状腺機能低下症の多くは、自己免疫基準によって、甲状腺組織が破壊される、橋本病を原因疾患とするが、一部の機能低下症では、阻害型の抗 t s h 1受容体抗体が関与しているものもあり、甲状腺種のない萎縮性甲状腺炎や、新生児の一過性甲状腺機能低下症の原因となる。1956年に、 ニュージーランドのアダムズパービスにより、バセドウ病患者の血中から異常甲状腺刺激物質としてラッツが発見された。1964年にクリスラは、ラッツが異グであることを明らかにし、バセドウ病の自己免疫説が提示された。バセドウ病患者のラッツ陽性率が低いことより、さらに検討が進められ、1967年、アダムズらは、 ラッツ陰性のバセドウ病患者血中には、甲状腺ホモジネートによる、ラッツ活性の吸収を抑制するイグがあることを発見し、ラッツプロテクターとして報告した。1974年、スミスらは、標識牛 TSH と、歌謡歌豚甲状腺細胞膜を用いる TSH ラジオレセプター圧生法を確立した。この測定法において、バセドウ病患者のイグが、 TSH のレセプター結合を阻害することを明らかにし、この活性を TSI と呼んだ。この結果から、甲状腺刺激抗体は TSH レセプター抗体であると考えられるに至り、その後、オージアジーラによるヒューマンアダニルセクリススティミュレーターの圧生系が確立された。その後、甲状腺機能低下症患者からラポーで検出されるが、ハタックスで、 刺激活性を認めないブロッキング抗体が発見され、TSI から T という故障へ変更が提唱された。ハタックスは、ローソルトハンク、S、バランスとソルトソリューションを用いることで、サイクリック AMP 増加反応が著しく上昇することから、バイオ向上線細胞を用いて、高感度な甲状腺刺激活性の圧生と改良された。2015年現在、 TSH レセプター抗体の測定法には TSH レセプターへの自己抗体の結合活性を検出するレセプター圧生と抗体による甲状腺細胞の刺激活性あるいは抑制活性を指標として測定するバイオ圧生の二通りがキット化されている。前者には標的された TSH の TSH レセプターへの結合阻害作用を指標とする TB2。 いわゆる高 TSH 受容体抗体がある。校舎には、甲状腺細胞を刺激し、そのキャンプ産出脳を指標として検出されるザブ、並びに TSH 作用を阻害するブロッキングタイプの抗体を検出するために、TSH による刺激抑制効果を見るツボブがある。ラッツの発見から50年以上経過して、TSH レセプター抗体測定法は大きく、 進歩しバセドウ病診断という点からはほぼ満足、できる感度と得意度を得るに至った。しかし、バセドウ病から、機能低下に陥る例や逆に機能低下症から、更新症に移行する例でザブとツボブのバランスの変化も報告されており、c t s h 一受容体抗体の性質の変化が、病態に関連することが分かってきた。トラブ測定法の世代間で測定値が乖離する例も、 報告されており、c t s h 需受容体抗体の多様性が関与していると考えられている。現在のトラブ測定法は、刺激型と阻害型の抗体を区別することができず、今後はザブとツボブのエピトープを分離した機能特異的トラブの開発が望まれる。橋本病や無痛性向上腺炎の一部の症例においてもトラブが出現することがあり、注意を要する。 橋本病のトラブは高感度法でも低濃度であることが多くつぼぐ陽性を示す群もある。これらは自己免疫性向上腺炎に伴うトラブ陽性なのか橋本病の症状を低たバセドウ病なのか議論があるところである。高感度のトラブ測定においては未治療向上腺中毒症の鑑別診断の葛藤縁と寛解判定のための葛藤縁を区別する。 必要性も検討されている。また、診察前検査では、インキュベーションの時間を長く取れないことにより、低地での再現性に問題が存在する可能性も報告されており、今後の検討が必要と考えられる。エノラーゼは1934年に、ローマンとメイアーホフラによって発見された、解糖系の酵素である。二、ホスホグリセリン酸を、ホスホエノールピルビン酸に、 加水分解する酵素である。細胞内に非常に豊富に存在する、タンパク質の一つである。哺乳類ではアルファー、ベータ、ガンマの3種類のアイソザイムが存在し、それぞれ別遺伝子でコードされる。アルファエノラーゼは E の1あるいはノンロナルエナレイスと呼ばれほぼ全ての組織に存在する。ベータエノラーゼは E の3、またはニューロン、スペシフィック。 エナレイスとも呼ばれ神経組織に発現している。ガンマエノラーゼは、いいのにあるいはマッスル、スペシフィック、エナレイスとも呼ばれ、主に筋肉組織に発現している。人の高速活性のあるエノラーゼアイソザイムは、主に両体で1サブユニットの活性中心に2、分子のマグネシウム4が、補欠分子として存在している。アルファエノラーゼは、 解凍系の中心的な酵素としてだけではなく、プラスミノーゲン受容体であり、細胞膜内外の多くの分子と結合し様々な病態に関与している多機能タンパク質として考えられるようになっている。アルファエノラーゼに対する自己抗体が多くの感染症、炎症性疾患、自己免疫性疾患で高頻度に検出される。橋本脳症との関連が報告されているために、 抗議の向上線事故抗体として扱う。全身性エルテマ等です。混合性結合組織病、全身性恐怖症、関節リウマチ、ベーチェット病、多発性硬化症、橋本脳症、防止陽性網膜症など自己免疫性疾患で高頻度に検出される。健常人体症では、 自己抗体の出現率は0から6%に対して、蒸気疾患では20から60%に及ぶ。特に、橋本病では非農園発症者では20%程度の陽性率であるのに対して、農園発症者では80%程度に検出される。このように広範な疾患で自己抗体が出現するため、特定の疾患のバイオマーカーとなる得ないが、 ここの自己免疫疾患では、病性や治療薬への反応性の良い指標として、利用できる。アルファエノラーゼは、細胞表面に発現しているため、自己抗体は単なる疾患のマーカーだけでなく、病院そのものとなり得る。N 末端領域のアルファエノラーゼ抗体は、校内抗体は得意度90%、感度50%の橋本脳症のバイオマーカーとして知られている。 アルファエノラーゼは、解糖系の中心的な酵素としてだけではなく、細胞膜内外の多くの分子と結合し様々な病態に関与している多機能タンパク質として考えられるようになっている。多機能の多くは、プラスミノーゲン受容体であることに由来している。プラスミノーゲン受容体としてのアルファエノラーゼの最も重要な役割は、他の受容体と同じく、 細胞表面でのプラスミノーゲンのプラスミンへのタンパク分解的な活性化の促進とその保持による活性の安定化である。またプラスミンは細胞外タンパク質の分解だけでなくその膜結合依存性に細胞内シグナル伝達経路の活性化を引き起こすことが知られている。また細胞外の α エノラーゼは自己抗体に対する標的となり免疫複合体の形成。 個体の活性化などを通して、組織障害を誘導することになる。細胞内アルファエノラーゼは、解凍系酵素としての側面、細胞骨格タンパク質結合、転写因子、ストレス応答タンパク質としての側面がある。あらゆる細胞において、生存のための解凍系の酵素としてのアルファ、エノラーゼの重要性に変わりはない。特にがん細胞の代謝の特徴である。 後期的条件下での解答系依存性の ATP 合成の更新は近年、その分子的機構が解明が進んでいる。その中の一つにアルファエノラーゼの発現更新がある。また、エノラーゼを含む多くの解答系は、アクチンや微小管と結合して集合しており、効率的な解答反応の進行に重要と考えられている。橋本病は1912年に、 日本人の橋本作詞によって見出された自己免疫性の慢性甲状腺炎である。橋本病には精神・神経症状を伴うことがあり、多くは甲状腺機能低下症に伴う粘液水腫性脳症である。1966年に英国の医師、ブレエンラによって粘液水腫性脳症とは異なる橋本病に伴う自己免疫性脳症の一人の患者が報告された。 1991年に英国の将来によって同様のご症例が報告されこの時初めて橋本脳症という新しい疾患名が提唱された。しかし橋本脳症は早期診断と治療によって警戒する疾患にもかかわらず臨床兆候が多彩であるため診断は容易ではなかった。そのため独立した疾患単位としての意義が提された時期もあった。 福井大学の米田らは、血清中のバイオマーカーを、プロテオミックスの手法を用いて、自己抗体とその抗原を検索した。臨床的に、橋本脳症と考えられる、患者血清が、脳タンパクと特異的に反応するスポットを二次元電気営動を、用いて網羅的にスクリーニングし、抗原候補分子として、解凍系酵素 α エノラーゼを同定した。検証のため、 全長アルファエノラーゼ CDNA を人のライブラリーよりクローニングし、不抗原などで行われているように、大腸菌で大量発現させ組み替え、全長アルファエノラーゼタンパクを調節した。しかし、これを用いた免疫グロットでは、橋本の症患者と対象者で全く差が認められなかった。大腸菌と異なり真核生物では遺伝子が、 タンパク質に翻訳された後にリン酸化やメチル化などの翻訳誤修飾が起こることが知られている。そこで翻訳誤修飾が免疫反応性に影響している可能性を考慮して人の培養細胞を用いて全長アルファエノラーゼを調整したところ、橋本脳症患者血清と対象者で差が認められた。 さらに患者と対象血清間での特異性を高めるためアルファエノラーゼを N 末端、C 末端、それ以外の中央部に分けて免疫反応性を検討した。橋本脳症患者血清は N 末端のみに特異的に反応し、中間部とは反応せず、C 末端部位は正常血清でも弱いながら反応することが分かった。ヨネダラはこの橋本脳症患者の血清中にあるアルファ、 エノラーゼの N 末端領域に反応する自己抗体を抗内抗体と命名した。この人培養細胞から合成、生成した組み替えないタンパクは他のウイルス性の応援、抗原病などの炎症性疾患や免疫性疾患患者の血清とは反応しないことも明らかとなり、橋本脳症の診断バイオマーカーとして有用であることが判明した。アルファエノラーゼに対する自己抗体は 全身性エリトマトーデスやベイチェット病の患者でも報告されている。しかしこれらの報告で用いられているのは大腸菌で合成、生成された全腸のアルファエノラーゼタンパクであり、内タンパクとは異なるとヨネダラは主張している。また前述のように、アルファエノラーゼは様々な翻訳語就職を受けることが知られている。なお、校内抗体以外の抗体の報告もいくつかある。 橋本脳症の臨床スペクトラムは、口内抗体陽性例で検討されている。注意するべき点としては、口内抗体は得意度90%、感度50%の診断マーカーであり、抗体陰性であっても橋本脳症は否定できない。橋本脳症において見出された口内抗体が、脳症を引き起こす原因となるかは不明である。いくつかの仮説があるため仮説に関して外説する。 口内抗体は髄液中に移行していることが確認されている。また口内抗体陽性症の失調型。橋本脳症では患者髄液がラット症のスライスのシナプス伝達を抑制することが明らかになっている。橋本脳症では脳微小血管炎が病理学的に認められるという報告があり、スペクトでも脳血流低下が高頻度に認められることから微小脳循環障害が 病態の主体という仮説がある。解糖系酵素としての α エノラーゼは細胞室内に分布しており、こちらに作用する場合は、口内抗体がエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれる必要がある。プラスミノーゲン受容体としての α エノラーゼに作用する場合はエンドサイトーシスを介さずに作用できる。Covey GKC 抗体複合農園では、 標的分子や標的とするエピトープの差によって臨床症状が異なっており上記のような作用点の差などで橋本脳症の多彩な臨床症状が説明できる可能性もある。ありがとうございます。